フィレッティーノはイタリア共和国ラツィオ州、フロジノーネ県にある人口約500人の基礎自治体、アニエーネ川水源の村である。かつてはリゾート地としても知られたが、過疎化が進行。2011年独立を宣言して話題となった。フロジノーネ県の北西部に位置し、アベッツァーノから西南へ約 17km 県とフロジノーネから北へ 約2 8トル首都ローマから東へ約6 9トルの距離にある。西にローマ県、北東にラクイラ県に接する。面積は約78平方キロメートル。コムーネ全域がアッペンニーノモンティシンブルイに州立公園に含まれる。隣接コムーネ隣接コムーネは以下の通り。括弧内の AQ はラクイラ県、RM は ローマ県所属を示す。山岳地帯にあり、東にモンテビリオ、東南にモンテラモンナがそびえる。スビア湖、ティボリを流れるアニエネ川は、当地に源を発する。もともとは古代アイク遺族の土地であり、古代ローマに編入された後も、小さな村落として存在した。山に囲まれた地形のために、800年にはイスラム教徒の侵入から逃れた人々の、 避難場所としての役割を果たした。1297年には、教皇ボニファティウス八世の老いであるピエトロ・カエターニが、この地を支配下に置いた。以後この村は領主であるカエターニ家の過酷な支配を受けることとなった。1602年、フィレッティーノ・カエターニ家最後の当主が、サンタンジェロ城で処刑され、フィレッティーノは、教皇クレメンス八世から、教皇空域管管理局に与えられ、 後に、強行領の一部となった。1870年に、イタリア王国に編入された。フィレッティーノ広告2011年8月24日に、政権議会が開催され、フィレッティーノ広告を称して、独立を宣言した。フィレッティーノ広告は独自の通貨、フィオリートの発行を図ったり、広告の君主とすべく旧イタリア王家の子孫にも接触したりしたことで、 イタリア国内でも話題となり海外にも報じられた。背景としてはシルビオベルルスコーニ政権が財政緊縮策の一環として1000人以下の村を統廃合し補助金を削減する案が出たことにある。村長のルーカ・セッラーリは小村独自の文化が与えると反発を示し、リンソン・トレー・ビネルラ・ーツオと合併することよりも独立をすることを方針として表明した。 アニエーネ川の水源の権利は、ローマとその周辺に水道を供給する企業は生や社が抑えているが、使用量が村に払われていないことも村の不満となっている。村は水資源や森林資源を独立を支える財源と考えている。村の顧問弁護士として、元国会議員のカルロ・タオルミーナがついており、広告の摂政として、原種代行の役割を演じている。 タオルミーナはベルルスコーニーのフォルツアイタリアに属して国会議員を務めた人物であるが、その後ともとは価ちベルルスコーニー批判に転じており、北部同盟と協力関係にある。2012年3月には映画監督のパスクアーレスクイテイリを首相とする12人の閣僚からなる内閣が発足した。スキーリゾート地であり、2011年の報道によれば、 シーズン中には500人程度が村で宿に宿泊するという。しかし、近隣に大型スキー場が開設され、観光客が激減。急速に加速化している。このことが独立宣言に至る理由の一つとなっている。ありがとうございます。